まあ、ブリッジカラーが多いんで、その単品でもこういい感じになる。あ、すみません。まあ、なんていうんですか。どの色味にしてもこうちょうどいい色になってくれるみたいなもののカラー剤が多いです。薬剤関係もあんまりこう縛りっていうものがなくて、まあ、自分が使いたいものを取ってもらったり、お店としても取るし、その幅っていうのは結構持たせてるんで、まあ、基本技術的な面は共有してる中で、自分がこうオリジナルのものってみんなそれぞれあるんで、まあ、そのオリジナルなものをこう作っていくことはあんまりこう制御してないっていうか、ルールとしてはあんま決まってないっていうのがあったりしますね。数えれない100個頼んでまた100個頼んで、あと他4種類もあるので、あとアクセスブル減ってるよね。減ってる。スティック倒したらまっすぐ進む。飲み物が充実しております。ホットココアとかカモミールティーとかあります。それはマナト君がやっぱりそういうこうカフェみたいなものを最初にイメージしてたんで、まあ、そこから来てるんで、ディズニー の, あのメニューみたいなメニュー表も作ってあるんで、なんかこれインスピレーションなんなの、これディズニーなの。いや結婚式の結婚式のなんそうです。フネルとはちょっとまた違ったというか、まあ、ここはより技術を高めながら、まあ、自由さももちろんあるんですけど、まあ、ちょっと通過点のような形で、まあ、美容師さんには使っていただけたらなっていう形ではありますね。写真が一番僕らの仕事大事なので、まあ、動画もそうなんですけど、まあ、そうなった時にこうより、まあ、映えるというか、まあ、なんか写っててもなんかこうあまり流行り廃りがないじゃないですけど、まあ、おしゃれに決まってくれるような内装はイメージしてるんで、どんな美容師さんが所属してもらっても、あの使いやすいような、まあ、デザイン性とちょっと洒落た感じっていうのは意識して、この受付周りっていうのは、作っていますね。はい、面なんですけど、まあ、見て分かる通り、なんかこう鏡を丸にしたっていうところと、まあ、一番はやっぱりこうお客さんが鏡に映った時にやっぱり顔がこう、まあ、自分の家で見てるものよりやっぱり綺麗に見えてほしいっていう思いはあるので、裏には関節をちょっと暖色系で照らしてお客さんの顔色がよく見えるように調節させてもらいました。はい、シャンプー台は、まあ、内装が吹き抜けしてる部分があって空間がちょっと広く見えたりとかするんですけど、まあ、やっぱシャンプーって洗ってもらってる時は、まあ、落ち着いた雰囲気にしたいので、まあ、照明も少しもちろん薄暗くしてるのと、あと天井もちょっと下げてなんかこう落ち着くような、ちょっと個室まではいかないんですけど、まあ、落ち着きやすいような空間にしてます。ソルのお店自体はやっぱり美容師の皆さんに活躍してもらいたい思いが強いので、まあ、僕が代表でもちろんお店には立ってるんですけど、まあ、やっぱり普通のお店で代表がドンといて、代表バリバリっていうよりはやっぱり一人一人の美容師さんが、まあ主役となってメインで活躍してもらいたいので、まあ、それをすごくあのバックアップできるお店、っていうのを強みにしていきたいので、まあ、そこがやっぱり僕らとしては、まあ、かなり強いところなのかなと思うので、まあ、売り上げがどうこうとか、まあ、その人の技術がどうこうでも、まあ、やっぱり所属してもらったからにはその人が軸となって、活躍できるっていうところが、一番に
強みとしてあります。働くスタッフが、気持ちよく働きながらやっぱ技術っていうところを目標にできるっていうところなので、なんかこう雇用形態だったりとか、まあ、その本人たちの経歴だったりとか、まあ、そういったものとかはなんていうんですかね、あんまりこう頭にこう入れないように、まあ、頭に入れていうか、そのいろんな自由があるんで、今その美容業界ってそのいろんな自由はもうそのまま受け入れて、その人たちにとってベストなものをちょっと作りたいなというのは、まあ、あります。じゃないけどね、なんか面接から始まってね、まあ、ありがたいことにね、多くの応募の中から、まあ、今回一緒に働かせてもらう誠さんですけどね、有名な人の元で働けとか、ね、成長できるように頑張ります。どうすかね、僕はもう しもべのように。いやいや、何言ってるんですか。掃除しとけ。絶対ないじゃないですか、そんな人。あれですよね、より、まあ、多くの人とは関わっていきたいし、より多くの美容師さんにはなんかこう、まあ、活躍する場はなんか一緒に作っていけたらなっていうのはありますよね。その組織としてはその一つのことに、ものすごいフォーカスしてないんですよね。なんで、まあ、店舗は店舗でもちろんやっていくし、他の例えばオンラインの教育のものだったりとか、まあ、あと、まあ、開発の事業だったりとか、まあ、そういったものも全部、含めて あの存在として成り立たせたいので、まあ、そこで多分光はかなり店舗としての、あの役割を持ってくれる、人になってくれるのかなと思っているので、まあ、そういった意味では本当にまあ僕は信頼、してるし、その点では僕より全然たけていろいろできるので、そういうことでお互い尊重し合ってやれたらなとは思ってます。